道内のお天気をお伝えします。今日札幌はご覧のような曇り空が1日続きました。今札幌中心部パラパラと雨が降っているんですが、この雨続きそうですか？はい、では見通し気になりますよね、はい、この時間の雨雲の様子ご覧いただきましょう。気圧の谷の影響で札幌周辺にも弱いながら雨雲がかかっている状況です。札幌周辺の雨はこれ以上強まることはなさそうですが、オホーツク海側現在大気の状態やや不安定となっております。この時間雷注意報が発表されています。今日夜の初め頃にかけて急な強い雨や雷に念のため注意をしてください。しかし明日は天気回復しそうです。明日の天気のポイント空ナビはこちらです。明日は久しぶりに晴れ間が広い範囲で見えてきそうです、はい、しかし道南方面は天気下り坂、雨の降るところも出てきそうです。ではそのあたり天気傾向から見ていきたいと思います。明日道内広く雲が多いながらも晴れそうなんですが、この梅雨前線上の低気圧、この低気圧が近づいてきますので、これに近い道南方面は明日夜になって雨の降り出すところがありそうです。そして道東方面、一部大気の状態明日不安定になりそうです。雲が多く午後は所々でにわか雨や雷雨に注意が必要となってきそうです。お出かけの際は折りたたみ傘あるといいかもしれませんね。そうですね。ではその雨の降るタイミング、天気の移り変わりで見ていきましょう。画面は今夜9時の予想です。この時間までには雨はほとんど上がっていきそうです。では明日にかけて時間を進めていきます。この後明日朝にかけても山沿いでは所々雨が降りそうです。日中になりますとオレンジ色、晴れのエリアも目立ってきますが、北見や釧路の内陸部、雨が降りやすくなってきそうですね。山沿いを中心に雷を伴って雨がざっと強まる恐れもありますので注意が必要です。そして明日晴れる地域は気温も上がりそうですね、はい、では明日の予想気温を見ていきたいと思います、はい、晴れる地域では気温が上がっていきそうですね。明日の予想最高気温、帯広は31度となっています。この帯広周辺では明日カラッとした陽気になりそうですが、その他は明日もまだ少し湿気がありますので、蒸し暑く感じるタイミングもありそうです。では時間ごとに詳しくお天気見ていきます。まずは札幌県です。札幌県朝は雲に覆われますが、日が昇るにつれて青空の面積が広がっていくでしょう。新札幌から北広島にかけては27度まで気温上がりまして、明日は昨日今日と比べると湿気もやや落ち着いて洗濯物問題なく乾きそうです。その他の各地の詳しい予報、南西部から見ていきます。現在の千歳の様子ですが、雨が降っていますね、はい、あと 1,2 時間弱い雨が降りやすくなりそうです。では明日の予報、南西部から見ていきます。明日も道を中心に日差しがありそうですが、道南方面天気下り坂です。江差や函館では夜9時以降雨の降り出す可能性があります。続いて北部から岩見沢周辺です。稚内周辺は雲に覆われた状態が続きますが、その他は日中にかけて晴れ間が広がってくるでしょう。富良野は今日道内で唯一30度上回りまして真夏日となりましたが、明日も28度と暑くなりそうです。東部の予報も見ていきます。この方面雲が多くなるでしょう。北見の周辺で雨雲が発生しやすく、網走や根室方面にも流れ込む可能性があります。山沿いでは雷を伴いまして雨足の強まる恐れもあります。空模様の変化に明日はご注意ください。明後日以降再びすっきりしないお天気となりそうです。週間予報、南西部から見ていきます。明後日木曜、晴れマークのところ多くなっていますが、低気圧のコース次第では各地雨の予報に変わる可能性も出てきています。金曜土曜は雲が多いながらも日差しがあるでしょう。日曜は梅雨前線の影響で函館で雨が降りまして、千歳や室蘭でも雨の予報に変わる可能性が出てきています。向こう1週間もやや蒸し暑い日が多くなりますが、30度を超えるような極端な暑さはしばらくなさそうです。続いて北部と東部です。この方面雲の多い日が多いでしょう。明後日木曜、釧路にしか傘マークついていませんが、低気圧の進むコース次第では雨の範囲広がる可能性もあります。最新の予報を確認するようにしてください。明日は帯広など内陸の一部地域で30度を超える気温となりそうです。熱中症対策、こまめに水分を取るなどして熱中症対策を心がけてください。